腐のあんかけ作るんですけど、豆腐の選び方ってあって、あの結構豆腐って安い豆腐もあればまあまあ豆腐があって、まあ、あの安ければいい高ければいいっていうのがあって、ポイントを押さえていただけたらなと思います。ここの、原材料のところで大豆とこう、まあ、にがりですね、マグネシウム凝固剤のみで何が入ってないかっていうと、ここ見てもらうと分かるんですけど、発泡剤が入ってないんですね。でこういう豆腐、これもそうなんですよ、発泡剤入ってないんですよ。現在大豆と、まあ、にがりですね、にがり作りって書いてある、にがりだけでできてるんですね。なのでこういうものを選んでほしいです。あの安く売ってるのを見ると違うものが入ってるんで、そのちょっと違い見てもらえるといいかなと思うんですけど、まあ、そのまあ要は発泡剤が入ってないものを選んでいただけるといいかなと思います。で今日今からは あんかけ作る前に水切っとくといいんですけど、今日はちょっと時短のためにこの片豆腐っていうのをね、水切り不要なので、うん、ちょっと時間がないなっていう時はこういう豆腐を買っていただけると水切りしなくていいので、おすすめです。以上、豆腐の選び方でした。